旬ネタウォッチ、今日は酒井さんです。はい、裏旅です。尾瀬国立公園の裏旅後編になります。今回は最強の映え狙いです。今回の目的地は尾瀬ヶ原の三原地区にある尾瀬小屋。沼山峠登山口から尾瀬沼経由でおよそ10キロの道のりを歩きました。途中、尾瀬沼やぬしり湿原など秋の訪れを感じる絶景スポットを巡りながらの旅になりました。土砂降りの中取材をしながら歩くこと7時間半長さが着きました。尾瀬小屋です。こちらが今回取材でお世話になる尾瀬小屋です。今日よろしくお願いいたします。こちらこそ。ありがとうございます。尾瀬小屋は尾瀬ヶ原の入り口三原地区にある1957年創業の山小屋。これまで数多くの登山客の疲れを癒してきました。目の前には野菜を中心とした山小屋らしい料理が並んでいます。いただきます。うん、野菜は尾瀬のふもと群馬県片品村からぼっかさんが運んできてくれています。そしてこちらの山小屋では必ず揚げたてを提供しているそうです。ただこれだけではありません。この先が本来の裏旅です。そして翌日、尾瀬ヶ原に静かな朝がやってきました。山小屋の朝は早く6時から朝食。その片付けを終えると8時には全ての宿泊客がチェックアウトを済ませます。早いね。宿泊客に気持ちよく過ごしてもらい素敵な思い出を提供する、これが尾瀬小屋スタッフの心意気。尾瀬小屋さんはよく泊まられるんですか？今回実は初めてなんですよ。尾瀬結構来てるんですけど、前からちょっとここ見てて雰囲気がいいなと思って今回泊まらせてもらいました。オーナーさんの心意気もね、いろいろ山のことをお話しいただいたり、とっても素敵な写真を見せていただいたりして楽しませていただきました。宿泊客を見送った後は部屋の掃除です。コロナ対策のため殺菌処理も欠かしません。尾瀬小屋では毎日建物の中すべてをスタッフ全員で掃除するそうです。とこのように午前中は皆さん仕事で大忙しですから、その間に裏旅取材班は見事に晴れ渡って尾瀬ヶ原の景色を撮影。しばらくこの美しい映像をお楽しみください。裏旅です。昨日取材班が宿泊した山小屋尾瀬小屋は1957年に設立された歴史ある施設ですが、敷地の中には山小屋とは思えないおしゃれなテラス席があります。さらにすぐ隣の売店、料理のメニューを見てみますと、レアステーキ、そば粉のクレープ、フルーツ&ブラッターチーズと欧風料理のメニューが並んでいます。さらには生ビール、ワインまで、おしゃれなカフェの雰囲気さえあります。そう、今日の裏旅はこちら、山小屋料理は今こんなにすごいです。
こちらをご覧ください。尾瀬小屋では今シーズンから山小屋とは思えない驚きの料理を提供しているんです。山小屋で提供する料理は今までのイメージだと軽食ですか？そうですね、一般的にはもうインスタントラーメンとかそういったもので提供できる、食事が一般的だったと思います。それはどうしてこの尾瀬小屋では肉料理とか欧風料理というような今までと違うイメージの料理を提供しているんですか？私たちはそのただ山を歩くとか登るとか景色を見るっていう他にですね、新しくその山で食べる楽しさというコンテンツを入れることで、その食を通してその食べ物がこういう小屋にどうやって届くのかとか、それに携わっている牧家さんの存在とか、食を通して皆さんに知っていただく機会になるんじゃないかなと思って、私たちはこういうふうな取り組みをさせていただきました。驚きの山小屋グルメ、私にも作っていただきました。これ山小屋料理じゃないですよね？どうですか、トーシェフ自慢のハッシュドチキン。この見た目の破壊力がすごいですね、はい、いやちょっとすごいな、いただきます。どうぞ召し上がってください、はい、ほろほろ、噛めば噛むほど肉と野菜のうまみが口いっぱいに広がります。いやこれ都会の人気店で出てきてもおかしくないような、本当にびっくりなんですけど、皆さん驚かれません？はい、もう同じような感想をおっしゃっていただいて、皆さん大変喜んでいただけます。この料理は山小屋の新たな魅力を料理で発信したいという工藤さんの思いからスタート。工藤さんから依頼を受けたシェフが最高の料理をどうしたら山小屋で食べることができるかと試行錯誤を重ねて料理の方法を考案。大阪のレストランで低温調理した料理を急速冷凍、ヘリコプターで尾瀬小屋まで空輸されます。運ばれた料理は注文を受けてから尾瀬小屋の厨房で最後の仕上げを行います。シェフ、ここは山小屋ですけど、はい、ある全開な雰囲気でお作りになるんですか？全開ではない、ただ好きなだけです。料理を担当するのは総料理長の相澤さん。プリンスホテルなどでイタリアンやフレンチの修行を積んだベテランのシェフです。シェフはこうイタリアンとかフレンチの修行されてきて、どうして山小屋にたどり着いたんですか？工藤さんの山小屋をグルメを発信させるという共感したというか、何かできることはないかなと思いました。料理を運んでくるのはヘリコプターだけではありません。麓の村から歩いて荷物を運ぶボッカさんです。ボッカさんが山小屋へ運んでくる荷物は多い、重い時で100キロになることもあるそうです。山小屋で美味しい料理がいただけるのはボッカさんが新鮮な野菜などを運んでくれているからなんです。この日尾瀬小屋へやってきたのは牧歌歴7年の萩原さん。ハッシュドチキンなんかは揚げていただきました。美味しいとたくさん食べていただきました。あ、本当ですか？よかった、それが一番嬉しいですね。最初ハッシュドチキン運んでくれって言われた時は、はいっていう感じでした？そうですね、やっぱりメニューないから、そういうものとか聞くと驚きますよね。尾瀬で食べるんだっていう、みんなの口元に野菜が届くのは彼らのおかげですから。本当ですね、ありがとうございます。いいえ、こちらこそ遊びに来てくれてありがとうございます。取材の最後にもう一品、おすすめのスイーツもいただきました。フレンチトーストでございます。本格的。どうぞお召し上がりください。いただきます。
染みてるな。おいしい。最高に美味しいし、最高のロケーションで、味と全ての感覚、五感全てで美味しさを味わえます。これも山小屋で食べられる今までのレベルのスイーツではないですよね。そうですね。訴えたいターゲットは主に若者になるんでしょうか。そうですね、より多くの、写真を撮りたい、こういうご馳走を撮って、景色を目の前にして美味しいものを食べてきたよという、その若者の、強いエネルギーを、借りたいなと思ってます。山小屋は料理が進化しているだけではなく、サービスの提供それ自体が進化しています。尾瀬も進化しています。フレンチトーストにかかっている蜂蜜も、実はあれ、ボッカの萩原さんが作っていてボッカはヒマラヤをスノーボードで滑り降りるための資金を集めるためなんだそうです。意外と今の若者の考えでボッカをしていらっしゃいました。で、まあ、こうした方がいて料理ができるわけなんですけれども、大阪で作るものもあれば山小屋の中でしっかりと作られているものもありまして、どちらも女性受けが半端なく、付け合わせのワインも飛ぶように売れていました。こうした料理で訴えていくというのも、今の尾瀬を知ってもらいたい、そこを料理から始めてみようということで、いろんな方に尾瀬に来てもらいたいと話しています。この尾瀬小屋、来月9日までの営業となります。以上、浦旅でした。